どうぞ、始まりました。もちチャンネルです。さあ、今回は。はい。アイドル作家、神田翔香です。よろしくお願いします。はい。今回ですね、いよいよ、神田翔香さんですね。まあ、今までは、アメリカ人の翔香さん質問です。ショートばっかりで、あと、謎のね、日本の入試問題いっぱい解かされてたと思うんですけど、いよいよ、トーフを受けます。うおー、来たか。はい。なんでね、この間 ETS ジャパンの、はい、動画。取ったんで、まあこれだったらいけるんじゃないかと。いけます、あれ取れるんじゃないかと。満点、満点いけますかね、はい、満点への道のりって感じですか。そうですね。でまあやっぱ120点、まあ、トイックの満点とトーフルの満点じゃ全然もうレベルが違いすぎるっていうぐらい違うんで、はい、自分がねよくトーフル満点を目指すとか言われるけど、とてつもない時間と労力かかるし、それでいて1回の試験めっちゃ高い円安でだ3万とかかかっちゃうから、そんなの無理だよと思ってて、まあこの間のクトフルからお話いただいた時に9月まででしたっけ、9月末までなんかトフル安く受けれるってことで、おーちょっともう熱い、もう今のうちに申し込んでもらっちゃおうと思って。え、森哲先生は受けます？受けません。受けろ受けろって言うんだけど。待って受ける受けるって、だったら受験料毎回出していただけるんだったら、受けますよ。僕だからトフルの会社でね働いてたこともあるんで、あれですよ、皆さんトフル受けるんだったらここだみたいになってる会社ですよ。あそこの会社は僕働いてたんですよ、はい、で僕が受けて毎回分析してたんですよ。それは当然そこの会社がお金を出してくれてたから受けてたんで、なので受けてほしいって言ってる人出していただけるんだったら喜んで、はい、だって今トフルってトイックより短く受けれるから時間すごく短いんで、で翔香さんの場合は週末アイドルなんで、週末アイドルやってます。だからちょっとさすがに受けに行くのはきついと。はい、土日だと思うんでトフってね。だから今これから会場見てみますけど、もしあるんだったら平日行ってもらおうかと思うけど、ね、あんまないからその場合は自宅受験かなって思ってます。まあ、あの自宅受験あんまおすすめできないですよ、あの一般の方々。僕の場合はパソコンが英語なんで、そう遠隔操作されるんですよ実は。おお、あのインドのにいる人から、え、乗っ取られる。そう乗っ取られるんで、でそれでいちいち全部英語でやり取りしなきゃいけないんで、うん、だから英語ができないとそもそも自宅受験できない。ああ、そういうことか。相手の言ってること分かんなきゃいけないしね。全部見せてくれって言われるからね、部屋こうやって。ああ、部屋を。そうカンニングしてるもの何もないかとか、そういうのもやんなきゃいけないんで、だから英語があんまできない人におすすめできないというか大変だと思うんですので、ちょっとトフル申し込みしていきましょう。じゃあ、はい、目標はねもう100日点オンリーですんで、はいはい、あらら、平均点いくらぐらいですか。平均点何点なんだろう。国によって全然違うと思います。もうトイックと全然やっぱレベルが違うんで大変だとは思いますけどね。今回は昼寝許されないかも。いや昼寝なんかする時間ないからトフルで昼寝はなかなかできないと思いますよ。はい、こう個人情報なんで。ミドルネームないけど大丈夫かな。日本人ほぼないから。 My native language。 そこは別にイングリッシュにして全然構わないです。 Country of citizenship。 あ、ここで聞くんですね、はい、Country of birth。 トフルサーチサービスって何ですかこれ。 I don't need to be matched any schools, no thanks。 まあ学校通う必要ないですからね。うわー、ちょっと待って。 In what country or countries do you hope to work, study or settle? え、どうしたらいいの。あ、なんかそもそも答えなくていいのも。答えなくていい。あ、でも赤ついてるから答えなきゃいけない。Undecided。 ああ、そうそうそう、 Undecided がいっぱい使えるとこがあるはずで、いつもそれで。 What's your next level of study? I guess postgraduate. What's your desired field of study? ここら辺じゃない。 Attended date of enrollment. Undecided. What is your reason for taking the TOEFL test? To show off. 違うよ、森哲先生がそう言ったから。 Because I was told to take it. Free score recipient。 え、これこういうのってあります。学校とかはいらないですよ。学校とか、え、これ森哲先生がなんかそういうアカウントを持ってたら送られてくる。学校だったらそうなんじゃないですか。オンラインスコアレポートオンリー。ペーパーコピーを欲しいですか。全然翔香さんが望むなら。あ、そう、もう一応それでね、あの自撮りして届いて、すみません、こうモザイクしてやりました。TOEICの結構高い高得点取ると、うん、届くじゃないですか、はい、セルティフィケみたいなやつが、うん、表彰状とノートが届いてしまってあるんですけど、あれと自撮りしといた方がいいですかね。スピーキングライティングはでも受けてない。受けてますよ。あ、受けたんだ。そしたら届きますよ。人と、あの、表彰状が届いて、なんか、Award of Excellence。あ、それ持ってます。ちゃんと、あの、スピーキングライティングの方も何点取ってるので。なんか ETS からアカウントアップデートできました。それで、テストの今、ペイメントがこう、Water Confirmation。大丈夫ですかね。はい。はい、じゃあ、その日に受けに行って。実際受けるっていうのがいよいよ始まりますんで、どうするかですね。どうしましょう。
かおすすめの教材とかあります？こちらのウェブサイトのこの間のウェブサイトのやつでできるじゃないですか。そのなんかこういう本系のを持ってた方がいいですか？本は僕の本ありますから今度差し上げます。そしたらわかりました。トフルのやつあるんで。満点目指す人用ですか？一応100以上目指すなんでさ、かなりレベルが高いものにはなってるはずなんで、そちらでじゃあ目指していただければ頑張ります。でもガチでスピーキングだけがめちゃくちゃ不安すぎる。なんか一発勝負なもんってすごい辛いですね。そうですね。リーディングライティングは結構その慣れてるというか、スピーキングが基本的にその TOEIC のスピーキングでしかやったことないので。あ、なるほど。他のテストってスピーキングなくないですか？アメリカのセラライズテストって。あ、そうですね、ないですね。アメリカで結構ちっちゃい頃からやっぱり世代的にセラライズテストはオンラインでも紙でも結構受けてきたんですけど、リーディングライティング、マス、サイエンスあたりはすごい受けてきてるんですけど、スピーキング系のやつってやっぱりないから。確かに。だからリーディングライティングはもう慣れがありますね。なるほど。だ多分全然大丈夫だと思うんですよ。前のね動画見てもらえればいいと思うんですけど、もうライティング全然できるんで。だスピーキングの一発勝負がめちゃくちゃ怖いです。インディペンデントの方は全然余裕だと思うんですよ。いけますか？はい、もうこういうトピックでみたいなので、でそれについてただ話すだけなんで。ああ、じゃあトイックと似てますね。はい、そうですね。トイックスピーキングとそんな変わんないんで、例えば何でもいいですけど、じゃあちょっと練習というか、練習こんなのが出ますよっていうのを。 SAT とどっちがむずいかな。単語はもう圧倒的に SAT なんでね。あ、でも TOEFL はノンネイティブ用ですから。ああ、確かに。はい、なんでそんなにそこは難しくないですけど、ただやんなきゃいけないかな。結構なんか偏差値中っているじゃないですか。はいはい。日本の偏差値中って言っているから分かんないけど、はい、チョッカさんの偏差値をなんか日本に変換したらどれくらいなんだろうみたいな。ああ、来てますね。来てます。できないですからね。できないから SAT のスコアでなんとか偏差値っていうものを、平均点とかスタンダードディビエーションは出てるんで、そこから計算できないかなと思って、うん、SAT と ACT から計算したんですよ。あら、なるほど。そしたら、65から70のどこから辺かにいます。あー、なるほど。賢いエリアでございます。そしたら、まあ、アメリカ人にしては悪くないかなぐらいの、うん、1問ぐらいちょっとやりたいんだけど、俺パスワード違う。例えば何でもいいですけど、じゃあちょっと練習っていうか、練習か。じゃあこれを15秒で準備して45秒で話してください。まあちなみにメモはしてもいいんですけど、まあいらないと思うんで、長岡さんの場合は。いきますね。あ、これ私の紙。Some people prefer to study independently, while others prefer to study in a group. Which do you prefer? Begin preparing now. ああ。Begin speaking now.I usually prefer to study alone. This is because when you study in a group, you can quiz each other. And it's also easier to remember things when someone else explains it, because you can tie the memory of them to a specific concept. あと何秒あります？45秒です。やば。I also like to study in a group because it keeps my brain fresh. I feel like when I study alone, I feel like my concentration kind of gives up.In a couple of hours, but in a group, I can keep going for a few hours at least. It's also easier to keep track of breaks when you study in a group because people can keep you on track. はい、ということで、まあ逆に短すぎちゃうんですね。そうですね、早口なんでちょっとゆっくり喋ることを意識しないと。何分ぐらいを求められてます？え、文とかじゃないですけど、ただとにかく量が多ければ多いほどいろんなグラマー、いろんなボキャブラリーが入るんで点数が高くなりやすいっていうのがあるので、でコンテンツもたくさんある方がいいです。だから理由とかは絶対2つは入れなきゃねとかっていうのはよく言われますね。はい、その辺のことを、だからどういうものなのか、ね、分かんなかったりするんで、じゃあちょっとオフィシャル教材もね、はい、引き続き貼ってありますんで、別にこれ案件動画でもありません。はい、普通に僕が払ってますんで、この、はい、ね、チョーカさんの、はい、やつ払ってますんで、ぜひじゃあ頑張ってチョーカさん受けてください。ということでございました。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching. Bye!